電波悪かったよね今。わかんない。切ってきた。Wi-Fi を。こんにちは。タルさんかわいい、ありがとう。こんばんは。タルさんかわいい、ありがとう。暑すぎて仕事やばい。頑張って、気をつけてね。おだんごテントさん、抹茶たい焼きありがとう。今日も元気だよ。今からお仕事行ってきます。頑張って日曜、頑張って。こんばんは。明日の暑さはやばいよ。あ、そうなの。明日の方が暑いの。今日エアコンなしで生きてるの。意外といけるなと思って。30度なんですけど。でも昨日とかエアコンつけて長袖着てたの。今日半袖着てるからいい。なんかさ、いいよね夏感があって今そろそろつけたいなとは思ってる。でもなんかもう乗り切ったから、昼乗り切ったらもう良くないって思う。私も掃除したよ、エアコンなし。なんかちょっとつけるタイミング失ってる。つけたいなでもとは思ってるけど、どうつけるべきかな。お洋服の片付けをしました。ちょっとだけ、そう、なんかちょうど夏服に変わる時期じゃん。おかぴさん大気ありがとう。汗かかないね。汗はかかない、そんなに暑くはないよ。動いたらすぐ汗出そうな暑さでもって感じ。寝たら汗かかる。分からんけど、あんちゃん手紙書いていい？何書いてくれるの。楽しみしてるよ。ひーちゃんのエアコン水滴の音が。ダメなエアコンなのかね。グッピーさんありがとう。グルオイさん松田焼きありがとう。そうね、外出たら絶対もう暑くてもうね、やばいよ。モナリザ書いて送るか。あ、皆さんのモナリザ見たいかも。グロージ結婚してありがとう。ありがとう。明日から頑張れだよ。月曜日か。シャワー浴びたら涼しいです。いいね。でも夏のお風呂大好きですよ。なんかよくない、暑いのに暑いの入るって焼けました、気をつけて。配給見てないよ。名前は知ってるよって感じ。明日広島市長だけど暑いのかな、知らないや、天気見ないから。いつもファンの人がショールームで明日広島暑いよとか言われる。アメレの返信忘れてた。お、待ってるよ。引かんよ。山田くんだった。聞かなきゃね。水遊びしたくなる。確かに。いろいろ伝えたい。お、待ってるよ。かずえさん、ハート100ありがとう。スキピありがとう。天気予報マジ見ないです。月曜34度予想だって。広島暑いね。今日より暑いのかね。僕やばまだ見てないわ。見るわ。ヤンカさんありがとう。マッシュルまだ見てないや。今日はまだ全部見てないけど、あれを見ました。ユニも奇妙な物語ちょっとだけ見た。半分半分見た。一人カラオケ。お、暑いね。心が燃えてるね。盛り上がってるか。これついて開けたんですか。わかんないけど。来年1月。楽しみだね。進展があるのかしら。あと今ドラマ見てます。と本当にあつ森にハマってずっとやってます今日はずっとやってないけど、やんなきゃいけないことがあったので
でも終わってから1時間ぐらいやったよ。午前中にちょっとだけ開いて株だけ買った。キュンキュン要素、おお楽しみ。一人ボウリングはいけないかな、緊張するかも。でもね、おじさまとかが結構ねやってるらしくね、混ざれるかもしれん。一人だったらずっと投げ続けない関係もすぐ15分10分で終わるかも 知らんけど いくらだった？何の話、何の話だっけ。あつ森、株か。株は私99円のやつ、1個99円。相場が分かんないからさ、分かんないけど99円だった。高く買っちゃったかな私。でもいいや、1回目の株だしと思って20買いました。なんか10が1セットらしくて2セットだから、いいタイミングで売るらしいんですけど、どんぐらいがいいんだろう、わかんないや。ちょっと見ようと思って調べよう。いや私ちょっと買おうか迷ってるんです、あつ森の攻略本 99は高いような。あそうなんだ。でも日曜にしか売りに来てないからいいかと思って。あつ森たくさん稼いだら何を買えるの？いろいろ買えるよ アパート、家具買ったりとか、最近コーヒーカップみたいなの買ったし、なんかね何でもある。意外と攻略したいです。でなんかね、そのマイルで旅行券があるんです。旅行行って新しい住民をスカウトしてきました。メガネかけたネズミかな、その子をスカウトしてきた。そうで、なんかね引っ越しさせる方法があるらしくて、私小動物ばっかいるんですよ。だからちょっと小動物ばっかの島がよくて、で馬さん引っ越してもらいたいんですよ なんですけど、なんかねもう難しそう、調べたら難しそうだったから悲しい。株90が最安だから90円台は安い。あそうなの、よかった、よかったです。ブレイさんたい焼きありがとう。でしょうぐさんハートありがとう。おすくフレイスさん結婚してありがとう。メガネかけたミーアキャット ミーアキャットいるのかな、いないか。かわいいのね絶対、アズマになったら。日暮らしいるの夏。セミとかまだ見かけてないや、まだなんかな季節的に。メンバーの島行って高く売れるところで売るとか。メンバーの島は知らんのよ。でもサーヤもやってるらしいし、ミチさんもやってるらしいし、リコチも多分もっとやん、知りたいな。虫網で叩くのもあれはなんかね、結局はこのなんかその中はあれになるけど、そう引っ越すりなんか引っ越すっていうあれにはならないらしい。だけどまあ叩くしかないのか もしげひろせさん、たいきありがとう。送りましょう そんなつもりで言ったわけじゃん。諦めた、そこで試合終了。あつ森興味湧いてきた、楽しいよ。なんかね、やることがあったらハマるよね。やることがなくなると多分、だからなんかいい島にしたいっていう気持ちさえあれば続く そう、その気持ち今。あつ森って2年ぐらい前に発売されたやつ？そうなのかな、わかんないです。でもスイッチをそんな手に入れて間もないので、そう、そこはいつ発売されたカセットかちょっとわかんない、ごめんよ。小動物か、こぐ、でもクマはゲットしたいかも私。クマまだ私住民来れるからと建てないとね。確かに売る土地を見つけないと。高圭さん寝坊してありがとう。めっちゃかわいい、ありがとう。上さん寝坊してありがとう。山
野くんも最終回になっちゃうの？楽しみなくなっちゃうじゃん。グッバイ。2020年なんだ。2020年ってめっちゃ前じゃない？2020年って2年前？あ、じゃあ3年前。今2023年。3年前。ちょ、自粛前ですか？ジェラピケとコラボしてたやつ？そうなの？ね、コロナ始まった時だね。STU 入ってぐらいだね、むしろ。確かになんかみんなやってたかも。わ、わかんない。いや、やってないわ。違うのやってたのかな。わかんない。なんか3周年コンサートの時に、なんかスイッチを持ってるメンバー2人だ、2期で。お疲れ様です。連帽してありがとう。パワー、ありがとう。うさぎさん、おお、私もうさぎさんいるよ。あの子いる、ももち。来季もおすすめ。え、ありがとう。今アンナちゃんのブームは、なんだろう、ブームなんだろう、ブーム？私のブームは、私のブーム最近は部屋を片付けることがブーム。そのゲームで、そのあつ森で部屋をきれいにしたりデザインしたりするじゃないですか。そしたら自分の部屋がすごく嫌になるわけですよ。理想と現実みたいな感じで。なので部屋の片付けに最近ハマってて、でも全然何も手つけてないんですけど、そう、こうしようっていう想像はあります。Gゲットできるよ。そうなんだ。結構な頻度で最近毎日なんか気になったところは片付けてる。昨日100均行った？昨日だっけ、わかんない、金曜だっけ、忘れたけど100均行ったって言ったじゃないですか。なんか本棚みたいな、2段になる本棚みたいなのを買って、本棚というかなんか紙段ボールみたいなやつで作るやつ買って、そう、僕のヒーローアカデミアの漫画をいい感じに並べたんですよ。でもあと1個足りなくて、あと1個も1個買いに行かなきゃいけないんですけど、にしたりとか。でも難しい、どうやって片付けたらいいのか分かんない。なんかぬいぐるみたちがどうしたらいいか分かんなくて、これもね、なんかね、チーカーを入れたいと思ったんだけど、チーカーがちょっと意外とね、太くて、横とか縦とかにすごいまん丸だったから入らなくて、この中にクワッスしか入らなかった。グッピーさん、たい焼きありがとう。そうかな、難しい。同じの持ってる？何入れてるんだろう。ぬいぐるみね、私100均でだいぶ前に買った、こういうなんか見せたことあるよね、なんか棚みたいな感じで飾ってるんですけど、なんかね、どうにかしたいな、なんかね、どうにかしたいと思って、でタンスがね壊れてて、タンスがなんか壊れたんです。そこが沈んでる。なんか3段のタンスがあるんですけど、の1段目のなんか床みたいな、1段目の棚の床がちょっとへこんでるんですよ。で、開きづらくなってて、だからもうそれも嫌になってて。そう、どうにかしたい。ぬいぐるみの居場所は作ってるよ。見たことないんでしょ。私見せたことあるよ、絶対ファンの人に、ショールームかなんかで。あるある、覚えてくださってる方がいたら嬉しいって感じなんですけど、ちゃんとぬいぐるみの居場所は作ってるんですよ。でもなんかいい感じにしたくて、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかめっちゃいるみたいな感じになってるから、なんかなんて言ったらいいんだろう、なんかさ、ミルクボーイの内海さん、すごいチーカー好きなんですけど、すっごい収納をね、ケアしてるんですよ。私そんな感じにいつかしたくて、ちょっと見てほしい。そう、
スはね、もう直す、なんかね、とっても、私がちっちゃい頃から使ってて、小学校からあるタンスだから、小学1年生とかあるんじゃないかなってタンスだから、引っ張り口ももうね1個壊れてるんでしょ。だからちょっともう買い替え時なんじゃないかなと思ってて。そうだよ、フィギュア置き場前であるんだよ。でもフィギュアもなんか入れたいんですよ。そう、でもなんか爆豪くんとかってなんかこうやったりとかこうやったりとかしてるから、すごいそう、幅が広くてですね、爆豪くん難しいそう、ジャンル別にはしてますね。そうなんですよ。そうね、そう、しがらきとむら、お疲れの広瀬さん、かわいい、ありがとう。一部屋使ってんの、ミルクボーイのうつみさん、それはかなわんわそれはかなわんわ。そう、ワンピと一緒に育ってきた。え、しがらきとむらの人山田くん、ちょっと好きになっちゃうそうなんだ、しがらきとむら大嫌いだったけど、そうだったんだ、すげえ。アンピもコレクション部屋作るしかないか、ヴィランに愛される、本当にヴィラン出ちゃうからね、最近買ってない、ちょっと倹約アンピになろうと思って、全然できてないですけどこんにちは。やんでれやんでれ、トガちゃんはかわいい、トガちゃんかわいい、なんかドキンちゃんみたいな感じよね。香川の実家一部屋使うしか香川の実家帰んないのよ、ほぼほぼ。しかも香川の実家の私の部屋、以前私が使ってた部屋はそのままあって、いらないものたちが置かれてるか、絵本とか、それこそなんかなんだっけね、ウーチョコランタンのなんかキャン、なんて言うんだろう、お部屋なんかさ、なんていうよ、お部屋みたいな作るやつあるやん、お部屋じゃないけどさ、なんかテントみたいな、子供用のテントみたいなあるやん、あれがあるんですよ、ウーチョコランタンの。あとプーさんのジャングルジムがまだあるんですよだからそうなんですよ、子供部屋はあります。でも、もう今の私に合う部屋はないです一個はもうめちゃくちゃ空いている部屋と、もう一個もめちゃくちゃ空いている部屋で、真ん中の部屋は私の部屋なんですけど、子供部屋です。うちのメイたちと遊ぶ部屋と一緒そう、だから香川は実家家があるだけで、家具は何にもないので、だから私の部屋しか何もない。あ、でもね、その持っていかなかった荷物とかはいっぱいあって、なんかなんていう、物置部屋、クローゼットの中はたくさん入ってるマジで。あ、そうなんだそう、家にジャングルジムある、なんかさ、ちっちゃい子が遊ぶやつ、今乗ったら大丈夫、なんかミキミキそうみたいなやつプーさんのがある。ここと、なんかね、ここって本当に通れるみたいな通り口がある、なんかなんて言ったらいいんだろう、でちっちゃい子ってちっちゃいんだなっていうの、それ見て実感する。2段ぐらいのジャングリズム、それかも。でも滑り台もついてる、ブランコも部屋にあった、すごい。空気の入れ替え誰がしてるの？そんな心配しなくていいよ、してるからフ昔遊んでたよ、もちろんだよ、一人っ子だし。私なんかちっちゃい頃に東京タワー行ったことあるんですよ。その時に東京タワーを真似するのにハマって、東京タワーになりたいって思ってたでジャングルジムのとこ登って東京タワーってやって、
結構小さいよね。そう小さい。なんかここ通れ、なんて言ったらいいんだろう、すごい、なんて言ったらいいんだろう、遊んでたんやって感じ。激も滑り台みたいなのがあって、東京タワーだったら自分の体内に人が集まると考えたらなんかやばいなそこまで考えてなかったよ。東京タワー趣があっていいですよね。東京タワーになるのが夢だった女の子がアイドルになる物語、映画希望スケールがでかい東京タワー。東京タワーから何でも見えるよね。中には登ったことない。東京タワーはスカイツリーはあるんだけどないかな。ライバルのスカイツリーとのバトル映画ですか。バトルバトルバトルしようぜフ夢はスカイツリー。そうね、スカイツリーってすごいんよ。し舞台の時に結構スカイツリーがね毎日見えてたんですよ割と。で天気によってとか変わるんですよ。なんかね今日は何色だってあったりとかして、すごいあった、楽しかった。そこはそれはそれでスカイツリーの良さ。特別展望台まで、そう、今日はミチさんのペンライトカラーだーって言ったりとかすごい、そうしてた。バトルものになるならおつさんお菓子ありがとう。雨の日は上が雲で隠れる、高いからね、何メートル630みたいな、あ違うっけ630とか、なんかそんな感じですね、分からんけど。隅田水族館、武蔵か、634か、富士山はなんかあるよね。富士山もなんかあるよね。 なんだっけな、覚え方みたいな。みんななろう、あーそれだ、3776、みんななろうそれだね。ね、その覚え方あるよね、忘れるけど。あんさ歴史とかでもさあるじゃん、なんかいい国作ろう鎌倉幕府みたいな。テストになるとそれすら思い出せんもん、覚えたのにみたいな。なんか覚え方を作って自分的にとか周りのみんなとこれで覚えたみたいな言っても結局忘れるもん。泣くようぐいす平安京も、泣くようぐいす、え平城京平安京どっちやっけってなるもんいい国作ろうだよ、鎌倉幕府だよ。今の教科書だと正解の年が3つあるとか、あそうなんだ。でもあれじゃない、なんだっけ、名前が変わった人とかもいるよね。なんだっけ、1185年が有力になったらしい。あそうなんだ、いい推し、そう私はいい推しだよ何と美しい平城京みたいな。結局さ覚えとかないとさこれって出てこんじゃん。言語の絵も教科書から消えた、あそうなんだ、へえモンゴルハンみたいな
チンギスアーンみたいなやつ。うーん、そうなんだ。うーん、すごいよね。すごいよね。どうやってさ、縄文時代のこととか分かるのすごくない？すごい、すごいよね。弥生時代とか。まださ、ちょっと鎌倉時代とかがさ、ちょっと分かるのは分かるけど、縄文時代とかすごいもん。すごい、すごい。しかもこんな感じでしょみたいな絵あるじゃん。すごくない？あれ。未来班か。ハゲてしもたわさん、大気ありがとう。人よ人よに日おみごろみたいなルート2の覚え方、初めて聞いた。歴史は適当だと思ってる。だってさね、人間の髪の毛とか書いてんじゃん。あれも想像なんかな。面白くない？歴史はクリエイティブな人間が作っていく。なるほどね。資料があればね。でも資料も出てくるのもすごくない？文系理系どっちも無理。マジどっちも無理。縄文時代だけで1万年以上あるのすごい。でもその時は時代っていう考え方なさそうじゃない？どんな気持ちだったんやろ。どんな感じ、どんな感じに生きとったか気になる。だってさ、なんかさ、その時あんま戦いはなかったみたいな書かれ方しとったやん。みたいな。よくわからん。あつ森みたいな生活しとったんかな、魚っつって。でも魚も毎日釣れるわけじゃないしさ。でお米もその時ないわけじゃん。何をして、虫とか食べてたのかな。じゃないと生きていけなくない？っていうかそんな胃袋もいらんかったか。もともと胃袋ちっちゃそうやもん。ちっちゃい頃から全然食べなきゃ。それが別に普通になるもんね。数字覚える方が楽やん。確かに、マジそう。骨から DNA分析したら大体の顔が分かるらしい。でも髪の毛とか書いてんじゃん。髪の毛とかさ、あれはどうやってさ、なんかさ、あれしとんやろって思わん？イラストとか。近代になって変わる。何ならできるの？何もできないよ。他のところ情報が少ないから余裕で住民騙して統一できるよね。確かに。縄文時代木の実とか魚とか貝とか取ってたって言ってもさ、今の時代みたいにさ、バンバン魚取れるわけじゃなさそうだしさ。今の時代って言ってもさ、今はさ、釣りがさ、こうクシャラララみたいなやつじゃん。けどさ、それもすらないんよ。なんか糸とかもさ、あったんかな。だよ。だからさ、そんなバンバン取れなさそうじゃん。こう楽して釣れないじゃん。きっともっと苦労して釣ってんじゃん。木の実とかもさ、時にはさ、毒ありそうじゃん。貝が一番楽なのかな。でもそれだけで生活してないけなくない？だからさ、すごくない？メイクまで分かれそう。なんてこった。歴史好きなの？好きじゃないよ。古代でも船で交易してたらしいとかいう話出てくるとワクワクする。すごいね。ついに俺まで食わすの似てきたと言われ始めた。似るもんだよ、やっぱり。似ていくんだよ。食わすの呪いだよ。知らんけど。偏差値60だ。いや、70か。無人島生活の湯の浜口さんみたい。森で撮ってた。だって森を踊るもんさ、あれはさ、森っていうものが知っててさ、あったけどさ、その時代はさ、木とさ、石をさ、結びつけるってことすらさ、やってたか、でもさ、石もさ、ちゃんと尖らさないといけないしさ、まず。
ですごい機会もないわけじゃん、自分でやるわけじゃん、すごくない？植物で編んでた。ああなるほど。ああ植物豊富そうじゃない？勝手なイメージ。毒キノコとか食べてそう。でも死ななそう、縄文時代の人って。なんか太鼓、太鼓じゃないわ、なんて平行あれ持ってそう、抗体うん、なんだっけ、持ってそうじゃない。マンモスね、マンモス、マンモスか。縄文人海外にも船で行ってたらしいから結構進んでたんかもよ。そうなの？船？何時間かかんだろう。行けたとしても、でも今の地形とちょっと違うのかな。違うよね、めっちゃ日本って形多分してなかったのかな、縄文時代は。近かったのかね。日々生きていくために努力してたんだろうね。確かにそうだよね、本当に。今出てるあるとこ全部投げたから、あ、当選しますように。そうね、だってさ、自然なんとかなんとかとかなさそうだから、自然豊かだよねきっと。モンハンだと動物の骨とかも武器にしてるから、それもあるかも。あーなるほどね、そっか、確かに骨、人の、人間の骨とかも使ってそうだもん、いい意味で。ちゃんと活用してそう。その埋めるとかを、埋める行為ってどっから始まったんだろうね。仮装してとかどっからやってきたんだろう。どうね、あ、免疫だ、免疫。平均寿命30歳とかだから大変な時代やって言っても、その時は別にそれが平均だから、別にんあれなんじゃない、今思うとえみたいになるけど。だってでも医療とかもすごくない？すごいよね。マジですごい。もうテレビとかでさ、医療系のテレビ見るじゃん、みたいな、できんのこれみたいな、あるじゃん。ここをこうして、ここをつなげて、でここで止めて、ここを取り除きますみたいな言ってるじゃん。でも実際それが行われてるってことじゃん。そんなことできる病院の人すごーってなる。あつ森なら木の枝5つでね、釣り堀、釣り星じゃない、釣り、あの釣り星、釣りなんていうんやろこれ、あったんかな、できるからね。そうね。会場で迷子になって遭難した人めっちゃいそう。確かに帰ってこないなーってなる。お家すらちょっと忘れそうじゃない。でこれからも、今は100歳生きたらすごい長生きだねっていう世の中だけど、今もう来世になった時には、来世になった時に現世の記憶忘れてたら、前の人100歳だったらしいよみたいな、まだ若くないみたいになってたかもしれない。なるかもしれない。そう、ショールームはすごいよ、インターネットってすごいよね。令和最高、それな。それな、水槽か。昔は沸騰したお湯に手入れてやけどしたら悪い人とか言われてたけど、当たり前やんって思う。なんかあるよね、なんかさ、あ、なんかさある、なんかそういうのあるよね、なんかそれでやけどせんかった人おるんかなっていうやつよね。なんかさ、二十歳になったら歯を抜きますみたいな、あったくない、そういうなんかさ、謎の謎の儀式みたいな昔あったよね。おもろいよね、今思うと。旗から聞くとね、今面白い。多分やけどせん人、それでやけどせん人はね、皮が分厚いよ。皮が分厚いからめちゃくちゃ練習してきたかよ。もうめっちゃ練習して、もう皮もう分厚くなって何も感じないかっていう感じよきっと。
でも絵踏みめっちゃ踏み絵か絵踏み踏み絵めっちゃさ画期的じゃない、画期的ではないけどさ、あーってなったもん。だってさこう新いや踏めばよそん時はさ踏めばよくないとか思うかもしれないけど、推しメンのさ顔の写真用意されてさ踏んでくださいって言われたら踏めないもん絶対、がめっちゃすごいなと思って。縄文時代でもあるんじゃない、やっぱ人間だから推しみたいな、そうするんじゃない。おうちという概念がないかもしれない、確かに人んち勝手に泊まってたかもね、一緒に泊まってそんなみんな助からんってつぶやいてた。あテレビね、医者になる人は本当すごいよ、だってもう手が器用だもん、まずメンタルケア。へえ、猫ちゃん犬ちゃん、そう今の時代にね生きててよかったってめっちゃ思う、そう思う、でも今だからそう思うの、もし縄文時代に生まれてもそのあ縄文時代に過去のことついて考えることはなかったかもしれない、歴史を学んでないから。そうね、でも昭和近いな、大正時代に生きてもそう思ってたかもしれない、わかんないけど。アビちゃん今日おめかししてないよ、ごめんよ、でも髪の毛さらさら何もしてないけど、ちょっとパーティーだから。松坂牛いいな、歯を黒に染める的なのあった。へー、昔は女性も結婚した女性は歯を黒くしていました昔、やん、今度平手打ちしたら痛いか試してもらっていいですか。痛かったら何ですか、現代前の踏み絵考えてみる。やばいやばい、命かかってたらホイホイ踏みます、うっそ、泣きながらじゃない、言うて結構心ゴーンって叩いてじゃない、そんな余裕で踏める、わかんない、命危機迫ることがまだ起こってなことないからちょっと安易な考えなのかもしれない。うっそ、 CD は余裕よ、 CD は余裕よ絶対。え、自分やばかったら、え、うそ、だって今はさ他人のあれだと思ってんじゃん、信仰してんだよ、信仰してるって思って、推しとかじゃなくて信仰してるって思ったらさ不面くない、その人が神だと思ってて信仰してるんよ。嘘、踏めないんだが、推しメン踏み絵踏みが握手会場に置かれたらカオス。私たちもやだ、転売地面に置くすらド S の人を踏める、あそういうこと。縄文時代今みたいに日本国内飛び回れないし無理。今便利だよね、パッピーさん待機ありがとう、新幹線はもっと速くなればいいよね、あなちゃん写真踏んでくださいって言われたら泣きながら写真に頬ずりします。こちら踏んでください。そういうことちゃうよ、踏み絵してる人はガチで進行してる人はむしろ踏んでたらしい、踏んでも競技に配しないんだってさ、あーなるほどねっていうルールを作ればいいんか、なるほど、じゃあちょっと浅い人は踏めないのか、ひろちさん待機ありがとう、よしここくん抹茶待機ありがとう、かんぴーさん待機ありがとう、縄文時代は絶対難しい、あでも確かに難しいことは考えないでいいかもしれないけどさ、日々生きるために奮闘してそう。直接サウナ踏むわけじゃないから、コックさんの写真割と踏めないよ、割とって何、命に危機迫るっていう状況がね全然
ピンとこないけど、ピンとこないからあれだけど、私産めないと思いますっていうのを想像してずっと言ってた。でもどうだろう、ここにナイフ当てられてたら産んじゃうのかなここにナイフ当てられてたら、ちょっといつかのためにココさんに聞きに行っとくわ、いいですかって。もしさえナイフがここまで来てたりとか、鉄砲がここにあったりした時はちょっとお踏みしてもよろしいでしょうかって聞きに行くね四国くんペンギンありがとう。クワッスはちょっと全然全然、だってクワッスはさ違うじゃん。クワッスは全然いけます違うんよ、なんかなんだろう、生きてないっていうか、なんだろうね。そうね、紙って思ったらいいのか。踏めば推し活続けられるかもって考えると踏むかも。あー今推し活できてないよジーカンのぬいぐるみ踏めって言われたら、よし毛が染まっててジーカンのぬいぐるみ踏めって言われたら絶対踏むよ。全然全然大丈夫って踏んじゃうよだからチーカーは生きてないから、チーカーはそれを見て気づかない、傷つかないじゃん。推しをバスマットすればいいんか日頃から練習。毛を買うため他の全メンバー踏まなきゃいけないルールとかあったらやばいやばい。さっきはよくも踏んでくれたなって怒りながら踏んでくださいやおもろい、うん、私が踏まなきゃいけないのか。踏まれたい派ですが何か違うんよ。おしめに踏まれたいって人多そうコメントが。縄文時代の言葉聞いても理解できるのかな、全然違う言葉かも。え、そうだよね。え、すごくない？言葉ってすごいなって思う。なんかさ、海外の人とさ、日本の人が初めて喋った時とかさ、気になるもん。どういう気持ちだったんやろとか気になるくない？喋ってもさ、え？みたいな。すごいよね。何何何みたいな。勝手に日本語訳して、勝手に日本語訳とかなんかなまっとんかなと思って、勝手にやるやるやるって言われたの、おにぎりみたいな言ってそう面白いね。癖の話じゃないよ。確かに月がいける、すごいよね。月に生きてるってすごいよね。確かに宇宙行ってね。ここでお待ちください床に私の写真ウケる。もし私の握手会レーンに、握手会お話し会レーンの並ぶところに私の顔が、私の写真をいっぱい貼り詰めてたら、踏むか踏まないか調査したいね。普通に待ってる時にこうやってめっちゃ目踏んでこうやって待ってしているかもしれない長野さんの目の前でチーカー踏めと言われたら、長野さん踏んでいいよって言ってくれそう。勝手なイメージ会ったこともないのに。私の剣買うためなら他のメンバーの踏み絵できるよね言われたくない言葉ランキング15位。踏まれたい願望のある方は自分の顔をプリントしたマットをプレゼントするしか一番恐怖はね、プレゼントを検出するスタッフさんよ。スタッフさんが開けて、えっみたいななるよ。スタッフさんの中で有名になれるかも。えっあの人来たみたいなあの人じゃない、あのマットの人だってなるなりそう。言語を調べるときはこれを何を覚えたらいいらしい。確かに、なるほどね。
月に行ったのはあれスタジオ、あスタジオなのあれ、行った風に見せてんの、騙されてんだみんな。あ私は騙されてないよ、私知ってて、知ってたから知らないふりしてたんだけどね、本当は知ってるよ。20年も経てばスペイン弁で推しメンと行く月の旅ができるようになるよ。確かに確かに確かに、変態だと話題。ファンの顔の自作グッズやたら届くアンピちゃんって噂になるね。どういう感じなんだって思われるね。あんちゃん一日で検閲の質してみたい、手紙とかメールの検閲とかやってみたい。なんか気になる、いろんなメンバーの。マットになる。ね、アクスタね、届けますかね、ファンの人のアクスタ。もしさ捨てても戻ってきそうじゃない、なんかあのさ怖い話とかであれじゃん、捨てたのに帰ってきた家にあったみたいなしてそう。お昼ね、いいね、いい時間に起きたね。いろんな子の手紙書いてるファン気まずい、あなんか同じこと言ってるみたいな、あれさっきも見たみたい。わかるかも、手紙のチェック係してみたいよね。全然消されてないですよ、消されてるの住所ぐらいですよ。でも電話番号とか書いたら多分ね消されるんだろうけど、でもそういう人がいないから、消されてるのはその送った時の住所ぐらい、あ全然消されてもない、あ意外とこれも消されないんだっていうのもあるし、月の旅女性限定。なんで、あずみちゃんどういうこと。手紙見るとき笑ってはいけない知識あるよ。でもね手紙って意外とねなんか思いつ届けようとしてるファンの方が多いから、面白いっていうよりかはなんだろう、温かいって感じだよ結構、割とみんな文章黒塗り文章中で腐れることはないですよ、そう変なこと書いてない限り。アホーとか書いてたら消されるんかな、分からんけど、それ消されんのかな、個人情報じゃない、ファンの人の個人情報が乗ってたら消されるぐらいじゃない、知らんけど。存在が消されないか不安。心配、会いに来ないと。じゃあやばい手紙は手紙ごと消された説。でも万葉集みたいな手紙届いてたんですよ全メンバーに、いつの日か来なくなって、その人が送らなくなったのか私の手元に来てないのかちょっとどっちも分かんないんですけど、ずっと万葉集の下りがあって、最後らへんテストもあったんですよ、でテストもあったから来なくなった、送らなくなったのかそれとも止めたのか分かんないんですけど。で割と私読んでるタイプでした万葉集も。まだ万葉集来てると思って、でもね万葉集だけじゃないんです書かれてる内容は、一応万葉集とプラスこう書かれてるんですよ、 SDU はとかアイドルはこういうことをしてないいけないと思うんですよみたいな持論みたいなすごい書いてる時もある、全然関係ないこと書いてる時もあって、それが面白くて読んでました。なんかねそんな感じだった、褒め言葉書いてる時もあるんですよ、でもなんか私単体に送ってないから私については何も書かれてなくて、なんかアイドルの存在だったり STU はこういうところあるのはいいと思うとか、なんかそういう感じ、僕はそれあれこれなんとかは理解できないみたいなとかも時々万葉集の中に紛れてた。
それで言うとみたいな感じで始まるんですよ、ジローみたいなのが面白かった。あー、そっか、そういうことか。あずみんちゃん踏み台使っとったんや、知らなかった。便箋10枚とか手紙来たことある？どうだろう、ないかな。ラブレターどういうこと、どれぐらい届く、月によって違うかな。すごい手紙が好きで結構頻繁に送ってきてくださる方がいたりするかなって感じ。思い立った時に書いたよって人見れば、私ファンレター欲しいって言ったら届く、だからファンレター欲しいって言ってみる。7月中までもう待ってます。7月中までそれ以外も待ってます。8月までも待ってます。9月までも待ってます。手紙って後に残るから滑ったらしんどいから安全に行く。あーなるほど、そうなんだ。ファンの自撮り写真届いたことある？注射とか届いたことあります。そのユニバ行ってきたよみたいな、でユニバの写真みたいなに載ってたりとかぐらい。なんかなんだろう、そんぐらいかな。なんか僕の顔はこれですみたいな感じで送ってこられた方はまだいないかな。まだこれからいるかもしれない。そんな感じじゃないけど、チュリたい焼きありがとう。コキンマガシュ。アドバイスに自信に。あらい、そういろんな人がいるんですよ。そうなんですよ、スペサバの特典で眉牛を見るようにしてほしい。でも私ね、捨てないんですよ手紙は。一切捨ててなくて、その手紙も絶対捨ててないんですよ私。でもね、実家にあるんですよ、送ったんですよ。箱がたまったら送るっていう方法を取っていて、探してみるわ。見せないけどね。テストもね、答え合わせもやってくるんですよ。でゆうなちゃんなんか解いたみたいな言ってた。あずみちゃん意地。かわいい、そういうところも。グルシさんラブレターありがとう、待ってます。書こうとはずっと思ってるから、そのうちに。ありがとう。アナちゃんひつ鍋してないよね。そうなんです、ごめんなさい。市中見舞いとかなら、確かに市中見舞い待ってます。自撮り写真も通りますよ、変な写真じゃなければ。手紙で滑り倒す、いいじゃん。お見合い写真送って来られた方はいないかな。顔写真送られてきた、クロニカ消しゴムマジックなんかな。消しゴムマジック消しちゃうのさ、消されないですよ顔写真。なんならその方なんかその友達というか会社の方と言ったらしいんですけど、会社の方の写真も来てて、みんなで撮ったよみたいなし、だから私本当に知らない人みたいな。私の知らない人も載ってる写真も来たから、そうそう。あとね、通称お話し会で一緒に注射撮るじゃん、あれをその写真にして送ってくださるファンの方がいるらしい。私は来たことないんですけど、他のメンバーで見て通称来たって言ってるのを見たことがあります。こうやって通称撮るじゃないですか、お話し会で。それをね、写真にする人いるらしい。プレゼントでビデオ届いて自分の部屋だと都市伝説知ってる？何それ？STU じゃないよね、さすがに。 STU じゃないよ、それはさ、なんだ、気になるんだけど。これ顔写真送りつけるか迷う。知らない間にっていうか、そんな気が空くことないでしょ。10年ぐらい会わなかった、ちょっと私も忘れちゃうかもしれないけど、さすがに大丈夫よ。むしろ会いすぎてるよきっと。
愛すぎてるわけではなかった。全然愛すぎてはないわ。全然ね、超えないもんね。でもこの夏は愛すぎそうだね。一生ずつ開けてほしい。面白い。パパと馬に読まれてる可能性はないです。パパは絶対読まないし、ママも読まない。まあもう本おすすめしても読んでくれないから。将来川端アンナ博物館ができた万葉集の展示してほしい。面白い。年賀状、あー年賀状いいね。アイドルみたいに自撮り写真撮る生活を待ってます。漏れたやつは待ってますね。しょりさん、ハテハカありがとう。自撮り来たらそれ撮ってストーリーに投稿されそう。やん。アスカラフェザーさん、いいね、ありがとう。パズル。アスカラフェザーさん、お菓子ありがとう。ショリーさん、ありがとう。あ、控えないでよ。なんでよ。なんでよ。昔の推しに読解力ないかお母さんに読んで予約してって頼んだこと、頼んだって言われたことある。恥ずかしい。宮本浩一さん、大気ありがとう。アナと調子送ってもいいんですか。うん、送ってもいいよ。全然ダメなわけはないよ。あつ森あった？ハロー。Nice to meet you。 いやこれさ、これ以上伸びないのかな？私が高い位置にいるのか。あ、伸びたわ。あ、すごい。伸びたわ。伸びんかと思った。伸びた、よかった。アクスター使った旅、え、旅行旅。いい、うんうん、写真欲しい、見たい。でもね、ハッシュタグアンピーでね、結構ね言ってくださるほど多いんですけど、小掛け店も抱いた見合い系、見合い用写真撮るのいいのかな。あ、そうなの。男性の方、小型犬を抱っこした写真がいいらしい、お見合いの写真。どこ情報なんやろ。そうなんだ。確かにワンちゃん抱いてたら、うん、てかペット飼うのって話のあれになるからよくない。ペット飼ってるんですって言ったら、飼ってるんですかってなるじゃん、絶対に。あーちゃん夜ご飯だよってコメント付き、いいじゃん。優しさコーティングした。ね、なんかわかるかも、わかるかも。これ趣味アピール。あざと写真。なんかさ、女子なんかさあるじゃん、なんかさ、あざとい、あざとい、なんか女の人であざとい、あざとい人は思ってるけど女性からはいい目で見られないみたいな、あるだ。男性からも、男性がなんかあざといではないですけど、そう、なんか気に食わないみたいなのもあるんですかね、その逆バージョンみたいな。女性はテニスウェア、え、そうなの、嫌なんだけど。そういう写真チョイスするの逆に怪しくて感じてしまう。確かに犬持ってたらね、何これ犬持ってんじゃんってなるか。確かに男同士だとあんまりないかもしれん。男泣きしてる、どういうこと。めっちゃあるよ。 あるんだ。男性受け女性受けある、あるよね。ね、動物で釣るのは良くない。あー、やっぱそういう考えもあるわけね。見ればわかる。なんやら UR の R、 UR で R ですか。こんにちは。
あるんだ。かっこつけるのはいいけどキザは嫌だな。なるほど。地球ん、君はメロディーメロディー懐かしいハモニーハモニーですかね。雑誌の裏に載ってるお風呂に札束みたいな写真がお見合いにベストと聞いた。やばい、やだ。すごいやだ。私はあざたい子昔から苦手。そうなんだ。人によってあるのかね。来季ハマってます。いいね。かっこつけてるのが好きな女の子もいる。ヒザとサヤカアピールはちょっとなってやる。そうなんだ。やたら女性に優しくする男の方はうーんって思います。あ、そうなんだ。あるんだやっぱり。そうなんだね。ネタに走ってる場合のみ高評価。あー、ターマンでの自撮りはね、ターマンアピールは良くないと思ってます。良くないと思ってます。私ターマン住めるからアピールが嫌です。ターマンに住みたいからこそ思いますね。おしゃべりトークトークナウ。何アピール、アンピオタアピールしてくれたらいいんだよ。で、私はちょっと何、ね、あの何だっけ、何て言うんだっけこれ、あのプライド、プライド的に、プライ私のプライド的にね、勝手なターマンの契約書をプロフィール写真してる人は、いや絶対嫌だ。なんか釣られたって思われるの嫌だから。お、釣れたぜって思われるじゃん絶対。それ嫌だ。絶対に嫌だ。いないと思ってるけど。そうね、もう面白さに追求した人はね。確かにタワマンよりプールやテニスコートなら一軒家がいい。え、わかる。最近一軒家に惹かれてきてる。アピールせずに背景にタワマンじゃないと撮れないシチュエーション。いいね。こんにちは。預金通帳嫌ですね。レベル19になった、すごいじゃん。可愛い子の全然ですよ、もう反感買いそう。あー、あるよね。あなたの後ろのアヒル可愛い、ありがとう。ポケモン、ポケモンピカチュウ仲間、中身で勝負したいです。大事。本人だけ俺はアンナいつしだよっていう人です。ヒロイガかも。確かに札束で汗かいてる人はありえない。清潔なもので手拭こう、手拭こうじゃない汗拭こう。一軒家の契約書をプロフにするしかねえ。あ、誰かと一緒に住み始めたのかなってなる。でもそれはTikTok の流行りのやつバリバリに迷子踊ってたらいける。絶対笑っちゃう。見たい見たい、待ってます。確かにターマンしかいいとこがないって。ターマンを売りにしてるのよくないね。これ、あ、こっちか。これいっちゃうよ、いっちゃうよ。私は誰じゃ。あなちゃんのライナーアイコンは豊田朝さんです。あ、名前が違った。朝さんです。セラン朝さんです。ダメ男アピールは余裕できます。違いますよ。こんにちは、こんにちは。自分の内面売りにしてタワマンボーナステージにしたい。ボーナステージいいね、かっけえね。マリカ 200cc1 位プロフにしてる男かわいい。かわいい。
いいね。でもありますよね、あ、全然関係ないけど LINE のアイコンなんとかはこういう人みたいなあるよね。あるよね、なんかさ、自撮りの人はこういう人とかあるんですよ。知ってますか？東京の海沿いのタマプロフ知ってる人は先よ。あ、そうなんだね。風景の人とかあるんですよ、心理テストで。そうなんです。千の利休ラインのアイコン心理。壊すと結婚、できる？壊す結婚し、壊すタワマン買ってくれなさそうじゃない？買ってくれるのかな。楽しい生活は送ってくれそうだけどさ。納車したての写真、車か。動物にしてるとかあるよね。アニメアイコンマジでやばい。そうなの？私ちょっと前までぼっちちゃんだったよ。ぼっちちゃんを3ヶ月続けていたけど、今2ヶ月ぐらい続いてるかな。朝さんの写真変えたけど、なんだかコロコロ変えるのはうざい。アイコンを変える人の心理3つ。気分を変えたいから、その時の感情を増してるから、特に深い意味は心で動いていない。あ、全然関係ないとこ読んでた。アイコン突然消すのは構ってほしい心理がある。なんかなんとなくわかる。 LINE のプロフィールの音楽は誰かと言いたいにしてます。誰かと言いたい。アイリスちゃん引っ越しちゃった、今日いなくなってた。薬師丸さん待機ありがとう。モナリザも中継したのありがとう。あった。 LINE のアイコンの心理や性格。自撮りの場合は自分の魅力を周囲にアピールしたいという心理の表れかもしれません。自撮りの写真の場合は自分に自信があり、あまり人目を気にしない性格をしている傾向が高いでしょう。理想の自分になるためには努力を惜しまないストイックな一面を持ち合わせていることもあります。素敵だね。変顔などコミカルな表情の場合、男性の場合自分に自信がないことが多く、コンプレックスを見抜かれたいという、見抜かれたくないという心理が働いています。女性の場合、周りから注目されたいと心理が働いていることがあります。友達が多い傾向がありますが、少し寂しがり屋な一面を持ち合わせているかもしれません。後ろ姿や背中の場合、いるいるいる。男性の場合、本当の自分を知られたくないという心理があり、性格に表裏がある傾向が高く、仕事とプライベートなど自分を演じ分けている可能性があるでしょう。女性の場合、他人に認められたいという心理が現れているのかもしれません。承認欲求の強い傾向にありますが、本来の自分を出せなかったり、アピールがうまくできなかったりするでしょう。冷静な判断つらい横顔の場合、横顔の写真を LINE のアイコンしていると自分に自信がないという心理が働いている可能性があります。自分を出したい気持ちはありますが、自己肯定感が低い傾向があるため、顔や表情をしっかり出さないのかもしれません。サングラスなどで顔を隠す場合も同様の心理が働いている場合があります。たどりの場合、友達との集合写真のアイコンだと毎日充実していることをアピールしたいという心理、協調性があり社交的な性格をしている。確かに。ツーショット写真をアイコンするのは可愛い友達を自慢したいという心理が隠されている場合もあります。なるほどね。いずれも仲間への思い入れが高いと考えられるでしょう。恋人のツーショットアイコンは、男性は彼女を自慢したい、女性は彼氏が自分の付き合っていることを周りにしてほしいという心理の表れだと言います。で、自分の似顔絵やイラストの場合は自分をコミカルかつ明るく見せたいという心理が働いている可能性が高いでしょう。友達と2人の写真で本人はどっちやってなること結構ある。客観的な指摘ね。お花や木などの植物の写真のアイコンは穏やかに過ごしたいという心理の表れ、平和を好む優等生タイプ。桜などパステルカラーに近いものは優しさ、ひまわりなど原色に近いものは活気を表すと考えられます。多そうじゃない。景色や建物の写真のアイコン、日常から解放されたいという願うか心理があるでしょう。特に
夜空夕日など少し寂しげな写真の場合は気持ちが沈んでおり癒されたいという心理があるかもしれません。白黒や単色カラーの画像のアイコンは情緒不安定であることを周りに知ってほしいという心理の表れ、真っ暗い灰色の場合は生活の中で何かしらストレスを抱えている可能性があるだって。どうか。オンライン中止の場合は推しメンがいる充実しているおたかつアピールしていますいい ねお花はなんか想像通りって感じ、割と想像通り、ああってなる。好きなキャラクターの画像のアイコンの人は自分の趣味好物をアピールしたいという心理が働いています。好き嫌いがはっきりして性格である傾向が高く、趣味が合う人とはもっと仲良くなりたいと思っている可能性があります。私一時期そうだったから。そうなんだわ。アイコンゆずらあらあら、話聞こうかそして有名人アーティストの画像のアイコン、私だ。有名人アーティストの画像をアイコンにする人は好きな芸能人をいつも見ていたいという心理が働いていることが多いでしょう。また同性の芸能人やモデルの画像を設定している場合はそのような人になりたいという心理を強く持っている傾向がありますだって。可愛くなりたいっていう気持ちだね。合ってるかも。お花、平和平和平和、当たり前のことしか書いてなくない？確かに。食べ物や飲み物の写真のアイコンはラーメンやカレーなど庶民的な食べ物の場合、純粋に好きなものをアピールして素直で飾らない性格をしている可能性が高い。フォアグラやワインなど高級料理の場合は自慢したいという心理が表れているかもしれません。当たり前すぎて逃げ場がないみほちゃんは友達とのアプリからですね。あ、勝手に言っちゃった。シンプルにみんな聞かれたからシンプルに聞かれちゃったからシンプルに答えちゃった。アイコンを設定していない人は設定するのがめんどくさいという心理が働いていますだって心理というか感情っぽそう。ペットや動物のアイコンの人は可愛い存在に癒されたいという心理が現れています。ペット以外の動物をアイコンしている場合はその動物の持つイメージに近づきたいという心理が隠されている可能性があります。例えばライオンなら自分を強く見せたい、ハムスターやウサギなら可愛く見せたいっていう思いがあるらしいだって。どうでした？自分で描いたクマ出ました？それ出てない自分で描いたクマは描かれてないけど、イラストはイラストみたいな感じかな。このなんだなんだ、車描かれてなかった。ふみふみたい焼きありがとう。設定してない人は設定とかに細かいことに無頓着な自分に生きてる感出したいうん、おもろい。うん、おもろい。そうかも。アイコンカピバラ、あ、カピバラになりたいんだ。カピバラ、カピバラになりたいんだ。あの、あ、おっとりしててさ、なんかさ温泉使ってるみたいな感じになりたいの。ムンクの叫びアイコンにした、いいよ。ペットにした、おお。戻りした時の写真はどうなんですかね。マネージャーさんもね、なんか生写真撮影でなんか何も設定してなかったから、その生写真撮影で撮った写真をがトップ画らしくて、そう最初みんなにいじられてた。これって何なんですかって入った当初言ってた。いいんじゃないでしょうか。どれにも当てはらんまい。みんな車とかなんかな。お疲れ様さん、結婚してありがとう。いい土日過ごせたか。他のサイトを見てみよう。じゃあ他のサイトを見てみたらあるのかもしれない。うん、違うな。はい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 。テレビのワンシーン、好きなポーズのやつにしてる場合どういうこと？こういうこと？どういうこと？
風景が行こう。うん、愛車多いね。福島さんありがとう。ないね。車ない。あるかな。首痛。ないです。聖地外交の場合は風景じゃない。風景確認した。風景かと思ったら自分が写ってる怖い写真だった。どういうこと。確認したらって違うと思った。ブランドのロゴにしてる人苦手。出会ったことないかも。愛車バイク承認欲求が強く自分が優れていることを周囲に知らせてもらうって行動しがちです。だって辛抱。優作結婚してありがとう。優作ありがとう。いい日を過ごしてね。チーカーさんアイコンをチーカーする予定はない。今の気に入ってるから変えよう。愛車いっちゃんつらい。おもろい。ケークワトロクワトロさんありがとう。そうらしいで私言われた。私なんだっけな。最初じゃない、ちょっと前ちょっと一時期クワッスンしてる時期あったんですよ。そしたら友達後輩になんかアイドルのアイコンってなんか自撮りとかなんかね、自分が写った写真をトップガンにするって勝手に思ってたみたいな言われて、だから食わすってね、なんか幼いねって言われた。面白い。ではそれから変えたけどね。オタクしてる画像に変えます。数人のファンの人はメンタル崩壊させてしまった。汗汗当たってる気がします。アップルアイコン、うん、自分のアイコン自分にしてるメンバーおる。またシンプルに聞かれたよ。みんなの LINE のトップが合う。答えもう答えない。もうその手には乗らないよ。アンプ後ろ姿の写真じゃないよ。朝さんの写真なんよ。アイドルの食わすとかポケモンはアイドルやろ。確かにアイドルや。メンバーで自分の自撮りなら押せる。それはもうアイドルって思っててアイドルとして好きだからでしょ。くしゃみ出そう。でも背景私ね、なんかね夕方と夜の合間みたいな写真。家の近くで撮った写真。なんか雲もいい感じで絵みたいだからそれにしてる。くしゃみ出そう。アイコン壊すの変えようと思ってたところだった。そうなの。いいじゃないですか。お疲れ。ひるせやさんいいねありがとう。松さん寝坊した。掛け中ありがとう。パワーありがとうございます。背景我が家のワンちゃんいいね。アイドルからしたらメンバーの写真アイコンにしている人はファンかと思ってしまう。
ツイッターの背景は好きな子が書いてくれた電子メッセージ。嘘、そうなの？ツイッターの、ありがとう。ツイッターもね、私ヘッダーは2期生のやつにしてます。前まではなんか春夏秋冬の2期生にしてたんですけど、なんか今回アーシャ変わったじゃないですか。アーシャが暗いというか青黒いみたいな感じじゃないですか。だからめっちゃかぶっちゃって、色がなんかすっごい暗い人みたいになっちゃって、ツイッターがなんで変えたんですよ。ひまわり持ってるちょっと僕の太陽的な存在の2期生にしました。あやかさん初見ありがとう。 ST48 2期生川又アナです。ありがとうございます。変えたんですよ。それでそう、ツイッター自己紹介文はご確認ください。個人的に一番好きなやつ。あ、そうなの。でもメンバーによって個性出てるよね。あれも USJ にしようかと思ったけどちょっとやめた。トゥル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 、横長々横長なのが難しいよね。ヘッダーのアイコンをありがとう。メンバーのヘッダー見るの好き。気づいたら変わってたりするからね。見るの好きだよ。私も見る。そうね、写真難しいよね、選ぶ。プロフィールの背景何したっけと思って今見たら 4,5 年前のままだった。おー、商店とかサザエさん時間。そうなんだ。なんか明るいからさ、ほらまだこんなに明るいんだよ。まだ太陽があんな位置にいるもん。あそこにいる、ここにいる太陽。あ、もうちょっと上かな、ここら辺にいる。夕方が明るくてビビるよね、バグる。なんかさ、一日が長くなったように感じる、いい意味で。アナちゃんぐらい明るい。やったやった。いいかわ。この時間でもね、明るいですよね。サマータイム、今年は21日が夏至。6月、夏女かね。夏女どういう意味、生まれつきがってこと。冬とか16時台に暗くなってやむもん。確かに気分落ち込むよね。確かに確かに。しかも朝の仕事しんどいもん。冬の朝の仕事ってね、めっちゃしんどい。あのね、朝5時とかに家を出なきゃいけない時ってあるんですよ、まれに。いや絶対冬のうちは絶対あるよ。絶対 2,3 回はあるよ。もうこれは絶対ないよ、しょうがないんですよ。ってなった時に朝真っ暗なんですよ、すごい。で星空ももうあるんですよ、朝5時に歩くっていう時刻。冬の夕方なら暗い時間帯割と好き。私秋がいっちゃん好きだな夏は夜明けとともに布団に入るからな。どういうこと、沖縄に行こう。え、暑くない、あ、冬はってこと。絶対ないよね、言い方。どういうこと冬の早起きね、辛いよね。5月が一番いい。そう、秋女にがいいな。秋がいい。10月ぐらいが良くない？ 9 月は暑いじゃん。10月はちょっといいんよ、半袖で上羽織るぐらいになってくるじゃん。で去年10月暑かった時イメージね。外見てもね、時間わかんないよね。わかる？
1世の朝みんな日焼けしてるみたいなのでメンバーさんに聞けなかった。どういうことですか？日焼けしてるねって言いたいってこと？日焼けしてるみたいっていうか日焼けはしてないんですよね。意味がわからん。11月生まれ、そうなんですよ。10月いっちゃいいよね。5月否定派、そうね。ちょっと春はあんま好きくないかな、あの花粉症で。5月は全然マシだけど、なんかさ、あ、もう暑くない。11月いいけどちょっと寒くなりすぎる部分あるなっていう。あと、うーん、なんもないじゃん11月って。私の誕生日しかないじゃん。だからちょっと10月ぐらいがちょうどいいんよ実は。暑くなければいつでもいい。秋は植物が枯れ始めて風景が寂しくなるからさ、切ないよ。でもいい匂いしたりするじゃん。10月末頃。それは宮島のやつですか？23なんだろう。いつでもスタジオで撮らない STU さん。ねえ、本当に中で撮りたいんだけど、わしゃ目が細くなっちゃう。で、目細くなってさ、頑張って開けるからさ、こんなんなるだけ。頑張って訴えてももう無理なので、そこはもう諦めですよね。しかもその太陽の強いメンバーと強くないメンバーっているんですよね。で、どうやって強くなりますかっていうのを聞いたりとか調べたりするわけですよ。もうそれはもう 体質というか生まれつきのあれなんで、どうしようもないらしくて、罪です。罪ました。積んでいるのでもういいです。もはやだいたい自分の生まれつき好き説。うん、花粉がね、今年の花粉私めっちゃひどかった。3月とか4月、3月やばかった。3月、本当にもうダダ漏れだった。うん、鼻がこんなんだった。3連休2回ある。いつどこだ。11月は4日にピーク来て、あとは消化試合。早いよ、もう早いよ。秋落ち着くよね。冬は沖縄に行こう。確かにメープルパンケーキっぽい香水がかなりいい感じに。秋いいよね、それな。秋いいよね。夏は北海道に行こう。うん、行こう行こう。なんか私夏に中学校の時に静岡山中湖に行ったことがあるんですよ。静岡山中湖に行ったことあって、めっちゃ朝とか結構割とずっと涼しくて、朝とか涼しすぎてちょっと肌寒いぐらいで行っちゃよかった。そう、太陽光だと漏れるっていうメンバーもいるからね。人によってちゃうんよ。そうそう、そこでサングラス着るアーシャで。やばい、これから真面目な仕事。アーシャなんかアーシャの髪型でってなる時あるんですよ、真面目な時って。とかあるんですよね。そうなった時は私サングラスつけなきゃいけなくなる。目の下に黒いライン引けばマシさマシに。全然もうね、全然ね、普通に写真撮るのと違うよ。もうね、白いなんかこういう、なんていうの、こういうやつがあって、白いやつを当てられて光が集められるんですよ顔に。だから余計眩しくて、そう無理なんですよあれ。疑似体験してほしい。疑似体験ツアー行ってほしい。 STU48 のアーシャが撮れる疑似体験ツアー。ね、花粉症今年やばかった気がする。秋の花粉はね、持ってなかった気がする。持ってないんですよ。だから大丈夫です。私も秋冬の匂いが好き、香水とか。確かに一昨年はね、ディクシニチュンツエーみたいあったからね。ディクシニチュン、目の下の黒いやつ。野球選手、あ、そうなんだ。ヌートバーさん、あ、結構濃いやつじゃん。なんかさ、こういうさ、こう目の下のここに書くんかと思ったら、こう濃いやつ。大阪ひろりぜよさん、ファイトありがとう。ね、日差しに弱い目っていうのがあるんよね。サングラス外さないけど、サングラス外さなきゃいけないんよ。しかも私3枚なんかね、
3秒ぐらいが勝負って言われて、こう目を閉じてもうめっちゃ光や、なんかね異常に光をここに集めるんですよ。で太陽の光をここに集めて、目を開ける瞬間ちょっと外してもらうんです。でこれで汗取るんですよ。でだんだんこうやって、あもう無理ですってなる。だから私すごい時間かかったもん。他のメンバーがどうなのか分かんないけど、ヌートバー選手覚えたよ、コンタクトつけてる。日差しに弱い、黒目大きいのかな、普通かな、分かんない。で私奥目なんですよ、出目じゃなくて奥目と出目があって、出目は本当今田美桜さんとか田中幸子さんとか、分かる？分かるよね。私めっちゃ奥目なんですよ、目が奥に入ってるみたいな。だから光も入りづらいんですよ。出目の人って目キラキラしてんじゃん、分かる？私も目つぶってる人間分かる。私ももちゃん自撮り撮って、なんかねたどりで写真撮ってくれる時、ももちゃんはすごい信頼してて、ももちゃんは本当に私の目つぶるところを理解しててそうなんですよ。だからはいって言った後に、なんかはいって言って私の写真のなんかカメラのこう押した時のタイミングでどこで撮れるかっていうのもももちゃん学んでて天才なんですよあの子は。そう、私が目をつぶらないタイミングではいって言ってくれて、やってくれてるんです、ももちゃんがね。私何もしてないんよ私は自然に何も考えずにして、ももちゃんが撮るところをめっちゃ考えてやってくれててなんかももちゃんが撮ってくれる写真は絶対に目をつぶらないんです。そうなんですよ。で目つぶってないって毎回聞いてくれるんです。本当につぶってなくて、マジももちゃん、なんか写真撮るの上手い人っているじゃない、こういう人を本当に上手い人って言うんだろうなって思うねすごいよね、天才なんですあの小娘、やるんですよあの子誰じゃん私奥目でお茶目そう学習、そうプロデューサーなんです、プロカメラマンなんですよ。そう賢いよ。まばたきした後どうしてんの、どうなんだろう、どうやって撮ってんのかね。そう義務でしたね。そうね、スクショも外さないかもしれない。アイスランド、海外のですか。 35.5 度、死んじゃう瞬きのタイミング理解できたら少しうまくいきそう。私結構目つぶるかも。はい意識するとちょっと不自然になっちゃう分かんないや。面白い顔撮れました、撮らないでください後の顔の少しだけ割れながら生きてたそうなの、面白い。熱くなってきたかも。いや、黒目の奥さんみんな同じらしい。そうなんだ、みんな同じだって、同じ目を持ってんだね。だとしたら私ここの開きが小さいんじゃん、ほら。だってさ、こんぐらいの人もいるじゃん、ね、こんぐらいの人いないかいなかったか。パソコン内にたくさん、消しといて。黒目の大きさってみんな一緒なんだ。じゃあ黒目大きいなって思った人は、カラコンしてんのかなそういうわけじゃないか、同じお目目を持っている。あ、ここが下がってるとかワンチャンありそう。で私ね横長なんですよ、
アーモンド、アーモンドなんかな、横長なんですよ。あ、私縦に開きたいんですよ。こんぐらいはちょっと嘘ついた。黒目が見えている範囲がでかい。あ、そうか、こうなりたいね。なんかつぶらな瞳になりそう。つぶらな瞳になりそうだった今。つぶらな瞳だこれは。違う、え、犬もさ黒目同じ大きさなの？だとしたらチップくん黒目異常に大きいけど、あれはみん顔がちっちゃいからそうなんかね。黒目が薄い人はマシらしい。どう、うん、私黒い？わかんないか配信。あれ鏡ここに入れたと思ってたのに入れてなかった。昨日のモナリザに見えた、なんてこった。分からん。黒目、基準が分からんかも。大塚ひろしさん可愛い、ありがとう。基準が分かんなかった。よし、ということで今日はヘッドホンを充電していたので。犬の黒目が大きいんじゃなくて人間の白目が大きいだけなんだって。人間の、ん、人の、犬の黒目が大きい、人間の白目が大きい。あ、そうなんだ。あ、じゃあ犬とかはこんなんじゃないの。人間ってさ黒目があってさこうじゃん、こうあるじゃん。犬もこうじゃないの？犬はこんな感じなんかな、気になる。安否の目は猫と同じ？猫がどんなんかちょっと分からんけどかな。動物ってほぼ黒目だよね。一応充電してるけどちょっと足りないことはないと思う。1時間半したから。でもちょっとうまくいかないかもしれない。最近 1.5 曲しかいけないの。 1.5 曲なのね。悲しいね、悲しいだけだね。サングラスは持ってるよ。でも反射するかもしれん。あ、ちょっと反射しちゃう。目指せ2曲。あ、ここつけたらさヘッドホンつけられないんだった。なんか笑っちゃった。笑うとこじゃないのに。海外のスター。よし、あ、オッケーオッケー。全然音入ってないけどね。装飾に最近なんとかにネキっていうのが誕生してるじゃないですか。あれ結局何なんですか、気になる。結局何、あれ何、何章。猫は眩しいと黒目が長細くなる。兄貴、あー、兄貴と姉貴の略なんだ、知らんかった。そういうこと、うん、すごい。なんとかニキっていうのがあるんですよ、言葉で。男はニキで女はネキや。あ、そうなんだ。10年前の流行りなの。あ、そうなの。私流行り遅れてるわ。わあ、うん、どうなんだ。
には頼れる存在。あ、そんな。私はヘッドホンネキ。ブレイキダウンで復活した。あ、そうなんだ。TikTok でも最近めっちゃ見かける。なんとか、なんとか、ネキ、ニキ。お願いします。なんか普通につけちゃった。あ、なんか充電そうだね。サングラスで僕はかけないつもりだった。だって似合わないだろう。18なんてずっと先のことじゃないのか。君にはどう見えてるのかな。わかりにくい些細な変化、グラデーション様。接触が悪いのかな。これはこのヘッドホンが悪いのかな。サングラスで君はいつだって眩しくて、ちゃんと見れなかったんだ。ゴリアテ
ありがとうございます。着きました。 ST48 でサンダーステージでした。グランピーさん、ハートありがとうございます。ミスターさん、抹茶たい焼きありがとう。石子くん、抹茶たい焼きありがとう。ミスタルさん、本当ありがとう。グリさん、ハートありがとう。竹松屋さん、ファイトありがとう。夏美くんさん、本当ありがとう。テンシングさん、本当ありがとう。アスパラさん、本当ありがとう。ヤンカーさん、本当ありがとう。カズキンさん、本当ありがとうございます。ありがとうございます。以上、ST48サングラスデイズでした。ごめんよ、間違えた。ごめんね、画面暗くなったよね、きっと。ごめんよ。ドゥ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 。ゴリさん、ハートありがとう。では、まだまだ盛り上げていきましょう。続いてはこの曲です。どうぞ。私の部屋はさっきまで30度だったけど29度に。だだ下がりしました。だだ下がってはないけど。なので盛り上げて熱くしましょう。
クワピーさん、ハートありがとう。ありがとうございます。かわいい、ありがとう。乃木坂46さんで夏のフリー&イージーでした。夏にしかできないことが、でも今年はお祭りに行きたいって思ってたので、そう、行けた、屋台に行けたのがすごい嬉しかった。あとはなんだろう、でもまだ夏じゃないけど、なんだろうな、何やりたいことなんだろうな、目がしばしば、線香花火やりたい、普通にちっちゃい花火もやりたい、メンバー誘ってください。あとはなんだろうな、あとなんだろうな、何があるかね。こんにちは。何したいかな。ユニバ行きたい。夏、暑いか。やっぱやめた。では次はこの曲です。どうぞ。小石さん、ハートありがとう。アンチル。どうやって歌える？夏ならでは、なんだろう。綿菓子作るかな。ダルさん、ミラーボールかけみつ、ありがとう。灼熱の砂浜、寝そべった水着ショボ、海のその青さ、空まで染みる。散らばったジュエルがキラキラと輝いて、目移りする。思い出せなりされ、一番可愛いか、あなたはどの子を指さすの、なりいちはっきりしようじゃないか、夏の恋は誰と誰とする。思えば愛しさを形にして、あなたまでちゃんと伝わるの、恋人じゃない、友達じゃない。自由な距離さ、いつの日にかきっとわかるんだ、なぎさで一番可愛いが、当然私は自信ある。なぎいち白黒つけようじゃないか、夢の中でキスをキスをしよう。誰一番可愛いか、あなたはどの子を指さすの、何一はっきりしようじゃないか、答えなさい、誰と誰と、夏の恋は結局結局は。まあまあまあ、6月のね、直接の話し会のレーンで白くらつけましょうぞ。私は意外と目がいいので見えちゃうかもしれない。みんながドキドキするね。
とりあえず内訳気になるものですね。なぎさで一番かわいい、かわいいアンナ緑してなぎやん。安否の夏に、安否の夏に染まりましょう。NB48 さんでなぎいちでした。牛子こくんペンライトありがとう、めっちゃかわいい。クマピーさんめっちゃかわいい、ありがとう。ミスターさんおんぱありがとう。デシュさんおんぱありがとう。ひこりさんおんぱありがとう。石子国ミラボールありがとう。クマピーさん抹茶たやきありがとう。福太郎さんミラボールかけにありがとう。ミラボールありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。福太郎さんミラボールかけさんありがとう。ミラボール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 ありがとうございます。タナンありがとうございます、ギフトたくさんありがとうございます。ヤンカさんおばありがとうございます。読めてなかったかも。なぎやん指さすの得意ですよ。お疲れ様でした。パチパチありがとう。ちょうど5時になりました。何もかも懐かしい。うん、またやっちゃった。伸ばし棒入れたら違うとこに飛んじゃった。またごめんよ、本当にごめん。スキル何の曲だっけ、思い出せない曲名が。あいう、なんで出なかったんだろう。夕方の女、私パンダさん来るの、あら久しぶりでだけど、眩しくて見つけ始めたら、真っ白な T シャツに今すぐ着替えて君を誘いたい。海沿いの国道をまだまだ空いてるバスに乗り、潮風を追いかけて、誰よりも早く夏を探すんだ。心の隣で同じ景色見ながら、何年間も僕たちは友達のまま。カチューシャ外しながら、君が海に振り返って、風の中で微笑むだけでなぜか何も言えなくなるよ。こんな思っているのに、カチューシャ外しながら、長い髪をいつの間にか大人になって、僕の手には届かないくらいもっと好きになるよ。エビエビエビデイ、エビエビデイ、カチューショーゴー、エビエビエビデイ、エビエビデイ。私エビデイカチューシャエビカツって言うじゃないですか。最初分かんなくて、エビカツって何みたいな、エビとエビの何勝つみたいな思ってた。砂浜は君
この曲は昇格ツアーのファイナルの時に先輩方と一緒に披露させていただいたんですね。でも振りがすごいすごい難しくて、私本当に覚えられなくて、なんか覚えられない日っていうのが存在して、私に本当に覚えられなくて、でどんだけ自主練してもその日覚えられなんか2時間しかなくて、まずでやばいマジ覚えられないってなって、みんなも結構ねやばいやばいってなってたんですけど、本当に頭が入らなくて、ダンスの先生に一人で何回も練習、なんかもう一回聞いていいですかって聞いて、でも全然もう無理で、あ無理、今日は無理だってなって、だから明日やればできるよって言われて、ダンスの先生にそうですよねって、そうだといいなと思って、今日はもうやんない方、もはややんない方がいいって言われて帰ったんですよ。2時間もっとあったのかな、わかんないけど全然なかったんよね多分。で帰ったんですよ。で次の日やったらなんかわからんけどできて、覚えてて昨日、次の日やったら謎にキャパオーバーだったんだと思って、そんな思い出。めっちゃ早いんですよ実は、そんなに振りなさそうだけど、なんかここでトゥール、なんだっけ、ドゥルル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 ルがドゥ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 みたいな、めっちゃなんかあるんですよ振りが細かくて、難しかった思い出。でも楽しかった、本番は楽しかった、本番はそうなんです。浦部さんお菓子かけじゅうありがとうございます、ありがとう。では次が最後の曲となります。何がいいかね、夏曲、それとも夏曲じゃなくてもいいか。浦部さん、あ読んだわ、ごめん、何回読んでもいいか、お菓子ありがとう何回読んでもいい、そう睡眠学習してた、たい焼きいっぱいありがとうね、あさっきの読んでないわ。浦部さんのお茶たい焼きありがとう、クランピーさんいいねありがとう、ペンライトありがとう、福太郎さんハートありがとう、テンションさん音符ありがとう、ミスタラさん音符ありがとう、吉子くんペンライトありがとう、竹まつるさんペンライトありがとう、ギフト本当にありがとうございます、お疲れ、ふるせさんパチパチありがとう、ありがとうございます。マツさんお菓子かけじゅうありがとう、いっぱいありがとう、ありがとう。ポニッシュ私ね、なんだっけ追っかけしか知らない、なんかなんだっけ2つね、ハモリの方って言ったらいいんかな、なんだよね、しかしどうないよ、ポニッシュでもいい、ポニッシュ、ポニ
ポニーシュって調べたら出なかった。ポニーテール、ポニーテールで出るでしょさすがに。あ、間違えた。すごい、のゆみさんのポニーテールキュルン押してしまった。キュルンしてしまうとこだった。シュシュンナイト、シュンナイト。だってあの子はまだポニーテールにシュシュ。ドゥ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 。飛行機雲ないの悲しいね。うわ夏だー。やばないこれ、この曲のさ前奏よし、良い。シャツの袖口まくって太陽が近づく気配、僕の腕から転がえ、青い海波打ち際で君と会いたい、裸足の水しぶきポニーテール揺らしながら影の中、君が走る砂の上、ポニーテール振り向いた君の笑顔、僕の夏が始まる。教室に日が差して夢の気温が上がった、斜め前の君見てると胸が苦しくなってくる、好きなんて言えやしないよ後ろ姿に、気持ちがつぶやくポニーテール夢の中、君のすべて一人じめ、ポニーテール片思い、目と目合えば友達。恋の尻尾は捕まえられない、触れたら消えてく幻、ポニーテール変わらずに、君は君で走るだけ、ポニーテールいつまでもはしゃいでいる少女のままで、ララ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 。
が。AKB48 でポニーテールとシュシュでした。グアピンさん、音符ありがとう。ありがとう。ミスタラさん、音符ありがとう。テンションゆきさん、音符ありがとう。大好きさん、音符ありがとう。ケマツーさん、ミラボール。ありがとうございます。カズリさん、音符ありがとう。ありがとうございます。オスカヒルセさん、音符ありがとう。パチパチありがとう。ありがとうございます。多分読めているはず。ということで、今日はもう夏、私の部屋今夏なんですよね。就活は重いですね。夏なんですよ。だからね、みんなもこれから、ね、夏の思い出たくさん作っていきましょう。ということで、夏の受賞の思い出、まず7月4日、花だれ公園、平日火曜かな、火曜じゃなかったら申し訳ない、月曜かな、ぜひ花だれ公園、今日23時59分までの申し込みです。ぜひ来てください。いや、7月4日来るべしよ、来るべしだよ、べしべしべし、来るべし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 。スムーズに告知が入ったぞ。まずはね、7月最初の思い出作っていきましょうぞ。ということで、よろしくお願いします。会いに来てください。それでは最後にポケモンのカードを開けて終わりたいと思います。アートレアこれ入ってないらしい。だからこれはハイパーレアっていうキラキラを出せればいいらしい。ハイパーレアだそう。みんなで何がで、ポケがいっぱいあるよ。まだまだ開けていくんだから。ではちょっとハサミをちょっとあっち持ってってしまったため普通に開けます。すみません。開けていきます。バン、あ、白龍、2度目まして白龍。でも白龍が、白龍なら全然嬉しい。白龍ならとか言っちゃごめんだけど、言っちゃごめんだけどね、白龍は普通に嬉しい。ちょっと待ってください皆さん、準備ができていなかった。2度目ました、白龍。入れます。同じやつはここに入れることにした。白龍美味しそう。どういうこと、食べないで。では次、ドン、ウォーグル、ワシボン。え、これ持っとるわ。ワシボンからの進化系のウォーグル持っとるよね。なんか最近かぶり多いですね。そんぐらい増えてきたっていうことで嬉しいですね。かっこいい、これワシボン好きだから。翡翠ウォーグル、そう、翡翠、素晴らしい。さすがポケモン、さすがポケモンって、なんかポケモンになっちゃった、ごめん、ポケモンにしちゃった、前でちょっとね。ありがとうございます。では次、ダン、あー、ビクティニー、2度目まして。ビクティニー大好きだから無限回収するよ、ビクティニー。ビクティニー大好き、無限回収編。鬼滅みたい。次、ダン、あー、エリキテル、エリキテル何回目。さすが大好きだけど、さすがにもういいかも。ごめん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 、大好きだけど4枚目ですか。あ、3枚目だった、ごめん、思った。3枚目はまだね、多くて3枚、4枚目まだ出てないので、4枚目が誰になるのかっていうのも見どころの一つです。最後の1枚、こちら、謎の草。またか、最近本当にかぶりが多い。まあいいいいいいよ、いいんだけどね、いいことなんだけど、いいことなんかわかんないけど、4枚しか、あ、そうなんだ、急に4枚しかいられないんだ。
そうなんだ、知らなかった。謎の草あった。2枚目です、謎の草。なんだって今日全員かぶりじゃない？そんな日なかったよ、今までずっと一人はかぶりなしとかだったのに。今回やっと、やっとではないですけど全員かぶり、まさかの。悲しい竹でござんす。なのでもう一枚今日、あもういいや、今日はちょっとタロットカードなしね、なしよなしよ、もう一枚開けたい、ちょっと悔しいから。今日これで終わるのは悔しいので、では開けます。でん、ライチュー持っとるよな、ライチュー。え、ライチュー持ってないっけ。これな、今日神引きできる自信あるんだって思ってる日が出ないのか。ライチュー、このライチュー持ってないんだわ。このライチュウは持ってないけど、違うライチュウを持ってるんだ私。違うライチュウ持ってる。あのさ、この柄じゃないライチュウだわ。なんだっけ、なんかさ、ライチュウとなんかが一緒に乗っとるデザインのライチュウ持っとる。え、なんだっけ、違うっけ。え、全然違うかな。ちょっと見てみよう、気になるからね。これで全く同じ柄あったらえってなる笑っちゃった、うふってやっちゃった。気まず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 。あれでも絶対持っとんよ、これだけ言い切れる、持っとんよね。背景にね2匹折ったやつだった気がする。でファンの人になんかさっきなんとかなんとかでも折ったよねみたいなって言われた記憶があるんよ。やっぱ売った説言われる、売った説出ちゃう、これ売った説出ちゃう、やばい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 、急いで、いやだ急いで、あやま急いで急いで、ただの自慢メルカリに行ってしまったのか。ライチュウいた、違う柄だ。でも全然背景に誰もいなかったなんか背景に誰かいると思ってた私も。ありました、ライチュウ。でも違う柄だ、ほらこっちの方がかっこいいけどね。これ10万ボトルが入ってる方だ。これは違うな、こっちの方が強いね、こっちのライチュウの方が強い。長い尻尾がアーツになって身を守るため、自分自身は高電圧に縛られないの、痺れないのだ。だってよかった、見つけられて。よしよし、片付け片付け。スクショ調べて発見した、すげえ。スクショそういう仕事やってる、もしかして。次、バン、アーケオス、初めて出たアーケンの進化。アーケン持ってないわ。アーケオスレアだ、しかもレア出ました。今日初のレア。飛び立つために助走する、その距離はおよそ4キロ、走る速さは時速40キロ。飛び立つために助走をする、その距離はおよそ4キロ、4キロ助走しないと飛べないらしいってこと。やばくない、鳥としてどうなんそれ。分からん、鳥としてとか言っていいのか分かんないけど、そういう言葉はハラスメントになるのかな鳥ハラスメントになっちゃった、ごめんなさいごめんなさい。え、買い取り180円だから結構高い、元値は取れてる、すごい頑張った。レアレアレアが出ました、ナイスレア。でん、次
ニャース、あ、ガラルのニャース、こんなんなんだ。ガラルのニャースってかわいいね。戦闘的な海洋民族と暮らすに鍛えられ、体のあちこちが黒金に変化した。変わりすぎじゃない？ガラルニャース、かわいい。こっちの方が好きかも私。なんかさ、みんなのなんか有名なニャースってさ、ちょっとさ黄色いからさ、ちょっとさお金感すごい出てるけどさ、ちょっと違うタヌキ感出てるから好きかも。これかわいい、いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。次、バン、お、ピカチュウ、あ、え、この柄持っとる。あ、これじゃん、これじゃん、ピカチュウとライチュウが乗っとんの。これ持っとるよ私。え、これこれこれ持ってないっけ。ファンの人に聞いた方が早そうだけど、あ、持ってたわ、持ってます。でん、出れんねん。お、マジか、こんなことがあるんだ。ここで、ここに乗ってた子、あ、そうだ、ここに乗ってた子出たことがあるんだ。これに乗ってたこの子が出たことあって、この子まだ出たことない。出てんねん、また多分持ってない私。可愛い、好きかも。出てんねん、え、持っとるっけ出てんねんって。いや持ってないですよ私。誰も疑ってない。すごい嬉しい、出てんねん、やった、こんにちは、出てんねん。でねね、持ってないね、持ってなかった、やった嬉しい。これが背景にいたっけ。仲間の放つ電気をヒゲでキャッチ、餌や電気の明かりでみんなでシェアするのだ。いい子じゃん、大好き。ででんねん、めっちゃ可愛くない？可愛い、いいじゃない、いいじゃない。ということで今日のカードの開封はこんな感じです。皆さんいかがだったでしょうか。私がもっともっといい、いいレアを出せれる徳をね積んでくるので楽しみにしててください。あとね、もうちょっとでパラダイムトリガーも開け終わるので、そしたら次はねバイオレットとスカーレットの EX を開けていきたいと思うので楽しみに待っていてください。で、でんね、かわいい。ということで今日はそろそろ終わります。皆さん良き土日を過ごせましたでしょうか。私はお休みないい土日を過ごせました。皆さんもゆっくりと、まだまだあと6時間ぐらいありますので、6時間5時間半ありますので、ゆっくり過ごしてください。皆さんがゆっくり過ごしていることを私は祈っています。次もあるよ。あつ森の今の目標はなんかね、トトスケみたいな人を呼ぶこと。名前違うかも。トトケケみたいな、トヌケケかだったっけ、なんか忘れたけど。鬼滅最終回、そうね、見ないとだよみんな、絶対泣いちゃう。日曜日まだ楽しんでいきましょう。おすすめの夜ご飯は今日は餃子です。餃子、なんかさ、団子知ってた？英語でさ団子って略すじゃん、 略すじゃんっていうか英語にするじゃん、それって餃子、餃子みたいになる。今日なんかもうなんか英語読解みたいなあるじゃん、読解みたいな、英語読解みたいなんで調べてたら、めっちゃ桃太郎の話なの、餃子が出てきたの。餃子を食べたから犬、キジ、猿はなんか千人分のなんか力が出せるように、千人分相当、それぞれ千人分相当のなんか力が出せるようにみたいな出て、餃子を食べてって、これはそう、なんかそういう話なのかと思って他で調べたら、なんか団子っていう意味もあって餃子もねあるから、おもろいと思って、ちょっと調べてみて、おもろくない？餃子を食べて、そう、なんか猿犬キジが日本のみたいな、なんか日本で一番ベストな、そうみたいな書かれてて、みたいな、餃子作れちゃう？天才じゃん。そう、面白いと思った。団子っていう意味もあるんだって、餃子と団子ということで、学んだ一日でした。では13位はカズノリさん、12位サンジュテンさん、11位カズキンさん、10位竹まつるさん、9位オカッピさん、8位キコリさん、くしゃみでそう、7位しおりんさん、6位大塚ひろしやさん、5位マッツさん、
4位牛ココくん、3位ミスタラさん好きピー、2位福太郎さん好きピー、1位クマピーさん大好きピー、ありがとうございます。お寿司と餃子いいねということで、あ、冷蔵庫眠ってた、やった。今日のおすすめ夜ご飯は餃子です、食べてください。ではありがとうございました。グーナーイナイスおでこ、バイバーイ、ありがとね。はい、声待ってます。